平眼目は、イカの分類群の一つ、平岩亜目とされることもある。海岸目と容易に区別できる点として、まぶたがないことが挙げられる。平眼目の目は透明な角膜に覆われ、開口部は前方の微視的な穴のみである。吸盤は臨場筋を有し、針状になることはない。後期周辺にも吸盤を持つ。触腕手の平部は単純な形態で、気部に固着器はない。 軟膏はよく発達し、外套膜の前兆にわたって伸びる。また、メスは、卵放線の横に海岸類にはない、付属卵放線を持つ。海岸類は一体の揺らん管を持つが、平岩類は、右の揺らん管を欠く。海岸類が、浮遊性卵を産むのに対し、平岩類は卵塊を気質に付着させる。全世界の沿岸域で見られる。定性であり、海底近くで設置する。 大きさは様々で、生態でも外当長2センチメートル程度にしかならない。ピックフォードイカオーストラライトゥーシースアルドリッチ等から9 0トルに達するヨーロッパオーヤリーカまで存在する。ニカに12属46種が属する。和名は世界イカ類図鑑による。オーストラライトゥーシース属の系統的位置は不明である。ピックフォードイカ属に関しては、ヤリーカ類より、 団子イカメに禁煙であるとする研究結果も存在し、系統的位置は不確定である。次のような系統順が得られている。ありがとうございます。